YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。黒田ありさです。今回も星の数ほどある YouTube 動画の中からこちらを選んで見ていただき本当にありがとうございます。今回3度目の登場となります、超特別ゲストでございます。人類史上初めてブラックホールの撮影に成功された本間真力先生です。先生、よろしくお願いします。ありがとうございます。今回は先生、これまで2回にわたってブラックホールとは何ぞやというところをですねお伝えしてきたんですけれども、ついに先生のプロフィールを紐解く時がやってまいりました。なんか緊張しますね。は岩手の水沢を本拠地に研究されていらっしゃいますが、 VLBI っていうのは何のことなんですか？ VLBI っていうのは観測技術のことを指してるんですけど、この望遠鏡を組み合わせて大きな望遠鏡を合成する技術が VLBI レラっていう電波望遠鏡なんですけど、4台の望遠鏡セットなんですね。でそのうちの1つがこの岩手の水沢の島になって、それと、まあ、残り3台鹿児島なんです。東京の噂もあと石垣島にも大きな、それを組み合わせて宇宙を観測する、そういう装置を僕たち持っていて、それをブラックホールの研究にも使っています。一つの電波望遠鏡だけではなく組み合わせることで何が変わるんですか？それを組み合わせるとこの巨大な望遠鏡を合成することができるんですよ。1台のアンテナっていうのはせいぜい20メートル、まあ、どんなに大きく作っても900メートルが限界なんですけど、離れたものをたくさんあちこちにばらまいて組み合わせると地球と同じ大きさの望遠鏡を作ることができる。世界中の望遠鏡を組み合わせて地球規模の望遠鏡になりました。これと視力がいくつぐらいでしたっけ？いわゆる人間の視力検査に直すと300万です。視力300万。私も2016年に水沢にお邪魔した時に、なんと先生と一緒にパラボラアンテナの上に登ったんですよね。先生覚えてらっしゃいますか？覚えてます。上まで来ましたね。はい。でこうアンテナの上って電波というか集める装置なので、ありとあらゆる光が自分の目の中に入ってきて、こう眩しくて目を開けられないんですよ。アンテナの真っ白に塗ってますんでね、あそこに立つと本当にですよ、ね、特にあれ夏だったんで目が痛いですよね。お皿の上に立つとなかなか壮観ですね。そうですね。そしてですね、最近太陽系にすごく近いところにブラックホールがあることが分かったと。こういうブラックホールも VLBI を使って観測したんですか？今回見つかったブラックホールは残念な電波では見えない。電波を出すブラックホールっていうのはそれなりにガスをどかどか落として元気にしてあげないといけない。餌っていっぱいブラックホールを落としてくださる。こうするとブラックホールが自分で、まあ、輝いて厳密にはブラックホールの周りですけども、ね、電波出したりガンマ線出したり X 線出したりっていうことが起きるので、でそういうものを僕らは見てるんですね。ただ最近そうやって近くに見つかってきてるのはあんまり物が落ちていかない静かに隠れてるようなブラックホールなので、それはなかなか電波見るのは難しいです。そうですると今回のものってまた違う波長の波で観測したっていうことなんですか？基本的にはブラックホールと普通の星がペア、星の方は、ね、でお互いの周りをこうぐるぐる回っているのを観測してあげると、光っている星の観測から見えない方のブラックホールの、まあ、重さとか推測することができるんですね。そういう方法を使って星の方の観測から出している。観測と撮影っていうのはまた別のお話なんですか？撮影っていうとどうしてもやっぱり目で見てわかるもの、まあ、ここにもブラックホールの写真があります。これはまさに目で見た通りのものですから、そういう意味では撮影ですね。先ほどのブラックホールと恒星がペアになってお互いの周りを動いているっていうのは写真で見ても恒星が点に映るだけ、だから全然見ても面白くないんですよ。
ブラックホールを撮影しようっていうのは一つの世界的なプロジェクトだったんですよね。はい、そうですね。あのブラックホールが本当に黒い穴なのかどうかを見たいっていうのが、もう天文学者の何十年にわたる悲願でしたので、もちろん私たちもそれ興味持ってましたけど、世界中に同じことを考えている人がたくさんいて、じゃあ、まあ、一緒にやりましょうということで、10年ぐらいかけて、もう10年以上ですね、まあ、大きなプロジェクトになって、それが EHT、イベントホライズンテレスコープと呼ばれるプロジェクトだったんですね。はい、そうですね。先生方は実際に M87 にあるブラックホールを撮影されましたけれども、どうしてそこに焦点が絞られたんでしょうか？見えそうなブラックホール。穴がキャッチできるかもしれないっていうブラックホールは2個しかない。2個しかない。え、2個だけ？はい。で、そのうちの1つが M80。でもう一つは天の川の中心にあるいて座エスターっていう、まあ、僕たちの銀河の真ん中のブラック、その2つが見かけの大きさが一番大きい、だから見やすいブラック、一番大きな2つだけ見えるかもしれない。そこからいて座エスターではなく M87 に絞られていった。実は観測は2つともやってるんですね。最初に解析してみたんですけど、M87 がはるかに反応したんで、もう一瞬で穴があるって分かったんで、じゃ あのまずそっちやりましょうっていうことで、もうチームの中でそっちに優先的に力を割いてやったん でそれで M87 が最初に出ました。でもう一つのイテザエスターの方は今まさに解析中で、実は今、まあ、僕も手元のパソコン、このパソコンの上でも解析してるんですけど、今年中か来年早々にももう一つの結果も出せるんじゃないかな。来たついに私たちの銀河系の中心にあるブラックホールの姿が見えるかもしれない。そうですね。おー、見たいここで改めてブラックホール撮影された写真見てみましょう。ドーナツみたいですね、先生。もうまさにドーナツそのものですよね。ただ普通のドーナツの写真と違うのは、この写真で一番大事なのは真ん中の穴の部分です。ドーナツ食べるときに穴が大事だって人はなかなかいないと思うんですけど、ブラックホールの写真の場合には真ん中が黒く抜けてるのがブラックホールの影。ここは何もないんじゃなくて、黒になったことが一番大事なんです、ね。暗いところ全部がブラックホールって考えていいですか？穴の大きさそのものがブラックホールというわけではないんですけれども、この輪っかの中に黒い暗黒の天体が隠れているっていう、そういうイメージ。ドーナツの真ん中の穴の部分っていうのは、まだその視力が足りないんで、ちょっとぼやけちゃってるんですね。それでも先生、300万でもぼやけちゃうんですか？300万でもまだギリギリなんですね。本当はだからあのドーナツの輪の部分も少しシャープなんじゃないか、さらに視力を上げると綺麗に見えてくる可能性があります。ちょっと赤く見えるところとオレンジっぽく見えるところ、サーモグラフィーのようになっているように感じるんですが、そこはどんな差があるんですか？これはあの電波の強さを色で表しているので、明るい白いところは電波が強い、あるいは温度が高いと言ってもいいんですよね。で、赤っぽいところ、暗いところが電波が弱い、あんまり出てない。もちろん電波っていうのは人間の目に見えないので、あくまでその疑似的なカラーで着色していると。先生が情熱大陸に出られていた時に、たくさん記者の方も集まったりして、その様子が映し出されてたと思うんですね。はじめに、あのパソコンに浮かび上がったもの、先生が、よし、これだって喜んだものが、今の写真とちょっと違う C みたいな形をしてたんですよ。ここから何をどうしてあのリング状になったんですか？あの段階ではまだその望遠鏡のそれぞれの癖がちゃんと補正されてなかったんですけども、まあ、とにかく絵描いてみようやっていうことで、あの世界中の人がやってた、そういうデータだったんですね。ただそれにもかかわらずあって、まあ、C の字でしたけど、まあ、真ん中が黒く抜けてるっていうのが分かったんで、あの時にも僕らは僕がこれ見えたなというふうに確信したんです。ただ実はあの後何度も何度もまたデータ解析やり直していて、具体的には本当に一番最初の各地の電波望遠鏡から集めたデータをスーパーコンピューターみたいなもので
掛け合わせる処理するんですけども、はい、そこからやり直して望遠鏡の癖だとか、まあ、波の時差を補正しなきゃいけないんですけど、そういうの全部一からやり直してるんです。いや、一からやり直すの何回やったのかな、6回かな、7回。すべてのこう、やり直して、また絵描いてっていうのを繰り返しているので、最初の C の字が見えてやったってなってから、最終的に結果発表するまで1年近く。もう本当にたった1枚の写真を撮るのに何百人っていうチームが総出で、それでようやく到達したっていう、まあ本当に重みのある写真ですね。見えないものを撮影する。これで一番大変だったことっていうのは何ですか？チームに200人以上の人がいるんですよね。もちろんみんなブラックホール見たいって思いでやってるんですけど、それでその中でこう意見を戦わせながらどう前に進むか、時には意見が割れちゃうこともあるので、それがやっぱり大変だったんですよね。それも含めて楽しい経験ではありました、ね、確かにこうあまりにも集まると重力が大きくなって動きにくくなるっていう、なんかそれとちょっと似たようなものを感じますね。実は2019年の4月、私は日本にいなくて語学留学に行ってたんですね。そうなんですか。はい、ある日突然いろんな知人からブラックホールが撮影されたよっていうメッセージが来て、本間先生ってなってI know him とか言いながら留学生たちとか現地の先生とかに自慢してたんですけれども、その本当に中心にいらっしゃった先生、当時の様子はいかがでしたか？本当に発表した時すごい大きなニュースになって、正直驚きましたよね。ここまで大きなニュースになるっていうことはちょっとそうしてなかったので、一番本当に本人がびっくりしたっていうのが正直な感想です。僕ら記者発表する時はですね、結構これがどこまでニュースになるのかって不安を感じながらやってたんですよ。見せるものがこのたった1枚の絵じゃないですか。動きもしないし、ちょっとぼやけたドーナツが写ってるだけで、すでに皆さん多分 CG とかかっこいいブラックホールいっぱい見てるんで、今更この写真が何ですかっていうそういう白い目で見られたらどうしようっていうちょっと不安はあったんですけど、ただやっぱり本物が見えたっていうことのいい、これがやっぱりちゃんと伝わったおかげで皆さん本当に喜んでくれて本当嬉しかったです。周りの反応で印象的だったこととかありますか？水沢ではですね、はい、ブラックホールにちなんだいろんなものができまして、はい、例えばブラックホールのお菓子、カレーが出たり、お蕎麦が出たり、本当にもう地元全体でこう、よかったねって喜んでくれてるっていうのが分かったんで、今手元にお菓子も来てるんです。見たいです。これなんです。いやいやいや、詰め合わせ具合がすごい。地元のお菓子8社が作ってくれたんですけど、はい、本当にいろんなそれぞれ、おせんべいだったりクッキーだったり、いろんなお菓子が入ってるんですけど、これ今地元の奥州市のお土産屋さんで買えるんですよ、お土産で。この先生、その中でちょっと気になっているお菓子とかあります？これはクッキーみたいなんですかね。あ、はいはい。するとほら真ん中が、うんうんうん、見えます見えます。どういう味の違いあるんだろう。いただきます。ブラックホールかけちゃいます。もうシュバルツシルト半径ぐらいいってますね。そうですね、ちょっと中どうなってるか。味は別にやばいってことはなくて、本当にサクサクしたカリッとした、うん、ブラックホールが味わえるのはもしかしたら世界中で水沢だけかもしれません。ぜひ皆さんお越しになって、ね、お土産ブラックホールのおやつ食べていただければと思います。なんか本当にたくさんの方の応援が詰まったお菓子だから、私も本当食べたいです。ブラックホールのニュースってその場でもう終わっちゃうじゃないですか、消えちゃいますよね。だけどお菓子って日常の食べ物ですから、生活の中に溶け込んでこういうものがずっと残っていく、僕らにもすごいいい話。本当に地元の方がこれを作ってくれて本当に嬉しいなと思います。こういうふうに地元も盛り上がったわけなんですけれども、ブラックホールの撮影成功というのは人類にとってどのようなことになったんでしょうか？はい、人類はブラックホールが本当にあるかどうかって100年間追っかけてきたわけですね。今回
ラコの写真、姿を捉えたことによって、まあ、ジグソーパズルに例えると、100年間そのパズルを人類が解こうとしてきて、最後の1ピースが今回この写真撮るっていうことで、まあ、埋まった。パズルが完成したということなんですね。でも先生、きっとまた人類はブラックホールの新たなパズルを解くことになると思うんですよ。今回はブラックホールがあるっていうことが分かりましたけど、ブラックホールにまつわる様々な現象がまだ謎がいっぱいあるんですね。ブラックホールが一体どういう役割を果たしているのか、その役割はブラックホールのどういう性質から来ているのかっていうのをこれから解き明かすっていうのは今後の非常に大きな課題といいますか、謎といいますか、まあ、そういう謎があるからこそまだ面白いですね。この謎に先生も水沢をはじめとするベラも加わっていくっていうことなんですね。僕たちが水沢で運用しているベラっていうのは今アジアの望遠鏡と組んで一緒に観測やってます。中国、韓国ですね。ブラックホールの穴の写真とそれからアジアでブラックホールのジェットの写真を組み合わせることで、まあ、より一層理解が深まり、今後も研究を続けたいとは思っています。今後も研究を続けたいとは思っているというふうにおっしゃいましたけれど、実はちょっと困ったことが少しだけありまして、まあ、どこもそうなんですけど、私たちの観測所の予算というのはなかなか苦しくて、ああ今ちょっと望遠鏡がなかなか維持できるかどうかわからない瀬戸際に、もう歴史的な発表をされたのに、天文学どうしてもお金がかかってしまうっていう部分がありまして、そしてもね、全体の予算のこう配分の中でですね、なかなか水沢に回ってこないっていう部分もありまして、実はちょっと今年度か来年度かアンテナ運転できるかどうか不安を抱えながらの研究であることも知る。だって今まさにスタートラインを切ろうとしている時に予算の都合で望遠鏡が止まっちゃうかもしれないってことですか？はい、そうですね。僕らにとっては致命的。望遠鏡が止まるとデータがもちろん出てこないんですけど、それと同時に予算が減るってことは人が減ります。人が減ると若手のこれからこの望遠鏡を使ってバリバリ研究するぞっていう人を僕らは確保できなくなりますから、これはもしかすると望遠鏡が止まることそのものよりももっと厳しい。研究者、優秀な研究者がいて初めて成り立つものですから。何かこう私たちが応援できることってあるんですか？専門台でもホームページで寄付とか集めてますので、よろしければ専門台のホームページにやっていただくということも一つですし、幸いなことに水沢の地元の方がですね、ベラを応援しようという署名を始めてくれまして、その署名サイトで一票入れていただくのも一つの応援になるかと思います。本当に、まあ、今回そうやって署名を地元の人が始めてくれたっていう、まあ、この事実だけでも僕は本当に感動的です。そこまで僕らの研究のことを応援してくれてる人がいるんだっていうのがこうやって分かったっていうことが、僕ら研究所にとってものすごい大きな財産だと思ってます。私も応援します。ありがとうございます。はい、この動画でベラを応援できる署名サイトのリンクを貼っておきますので、皆さんぜひ動画説明欄からそちらを見てみてください。そして応援したいと思ったら署名をね、お願いしたいですね。はい、そうですね。もし応援しようと思ってくださる方いらっしゃいましたら、署名入れていただければと思います。よろしくお願いします。まさか快挙からこんな現実が待っていたとはという、まあ難しいですけども、でもそれはね、やはりそういうこともたまには来ちゃうのもしょうがないから、それも研究のうちだと思ってますんで、なんとか乗り越えられるように頑張っていきたいと思います。はい、もうずっと応援しています。先生の今のパソコンの中に入っているそのデータがまた世界を驚かせてくれることも楽しみにしております。そうですね、なるべく早くお届けできるように一度頑張ってます。ぜひ楽しみにしててください。はい、本間先生、3回にわたって宇宙部に出演していただき本当にありがとうございました。一人でも宇宙興味持ってくれる人が増えたら本当嬉しいですよね。はい、本間先生本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。本日の宇宙部はこれまで。ちなみに本間先生はブラックホール撮影が成功するようにチョコワを食べてたんですって。リングだから。この動画が少しでもいいな、ためになったなと思う方はいいねボタンと部員登録
コメントをよろしくお願いします。部活動お疲れ様でした。